プーさんこんばんは。相談なのですが、私はシングルで子供が二人います。彼氏ができて付き合って一年で一緒に住むことになり、四人で生活をして三年になります。子供たちもすごく懐いて。 いい関係ができていると思っていますが、私の頭がおかしくて、彼氏が一人で実家へ行くと、すごく嫌な気持ちになります。彼氏の弟夫婦とも仲良くしていますが、弟の奥さんが彼氏の両親に可愛がってもらってるのも嫌な気分になります。これは嫉妬心なのか独占欲なのか自分でもわからないです。 文章が下手で申し訳ありません。何かいい解決方法があればいいと思い、LINE しました。ということでございますけど。えっ、ー、と、多分あれっすよね。えっ、ー、と、自己肯定感低めっすよね。ああ、自己肯定感低いね。はい。で、えっ、ー、とー、そうっすね。うんと、何かというと自分のことを否定しがちじゃないですか、普段。自分ではわからない。うん、まあ、ちなみに、えっ、ー、とー、うーん、 彼氏は結構あなたのことを褒めてくれるって感じですかね。あ、なるほどね。はいはい。正解ってことで。うん。これは嫉妬心なのか独占欲なのか。両方っすね。ええー、両方なんですけど。えっ、ー、と、嫉妬心が強い人の、えー、傾向として、傾向なんで、えっ、ー、と、よくこういうパターンが、まあそうじゃないパターンももちろんありますけど、こういうパターンが多いですっていうことなんですけど、あのー、嫉妬心が多い人って僕の中では、 あの、自己肯定感が低かったり、えっ、ー、と、なんだろうね。うーん。自分に自信が持てないとか、そういう人が割かし多いと思うんですよ、僕は。なんでそうなるかっていうと、あの、すごい、あの、仕組みはシンプルで、あの、自分が人よりも劣っている、または自分がダメだって思っていることに,によって、えっ、ー、と、誰かに、 要は自分より周りの人の方が、ね、ちゃんとしてるから。だから、あのー、誰かに取られちゃうんじゃないかとか。ね。だから、あのー、なですかね、えー、っと、うーん、人と比べてあっちの人の方がいいって思っちゃうんじゃないかなって。 例えば彼氏がね、彼氏が誰かと会ったら、じゃあ、あの、何でしたっけ弟さんでしたっけ弟さんの奥さんのことが好きになっちゃうんじゃないかなとか、そういう結局不安に駆られちゃうんですよね。はい。で、じゃあ、これ特にお子さんもあなたの場合はいらっしゃるんで、じゃあ今後の対策として、僕の中でどういう対策をしていったらいいと思っているかっていうと、その知って、 嫉妬心とか独占欲っていうものを、そこに向かっ、それを消す、それを和らげるっていうところに目線を向けるんじゃなくて、自分自身を成長させるっていう方向に、あの、意識を向けてあげてください。そうすると、あの、おのずと、あなたが成長できた暁にはですね、嫉妬心だとか独占欲だとかっていうのは、どんどん薄れてくるんで、それは。 はい。なので、今、じ、自分自身に自信がないとか、あのー、こう、自己肯定感が低いとか、うん。そういったところに、意識が、えっ、ー、と、向いてて、その、じゃあ、自己肯定感とか、じゃあ、自己肯定感を上げるための方法とか、えっ、ー、と、じ、えっ、ー、と、自分に対して自信を持つ方法っていうところに対して、えっ、ー、と、対策が、 え、寝られてるのかどうなのか分かんないんですけど、寝られていれば多分そこは良くなっていってるはずなんで、ってことは今良くなっていってないじ、ってことは、えっと、その自分を、え、自己肯定感上げるとか、うん、そうそう、そうっすよね。そう、だから自己肯定感を上げるとか、あの、何でしたっけえっと、自分に自信をつけるっていうことに注力した方が、お子さんの方にもいい影響が出ますし、うん。 その嫉妬して、例えばじゃあ、ね、不機嫌になったり、じゃあ、なんとなくモヤモヤしたりっていうところが、なんとなくどこかに多分、あの、端々に出ると思うんですよ。で、あの、大人が思ってるよりも、はるかに子供っていうのは、そういう大人の機微にめちゃめちゃ反応するんですよ。はい。気づいてない大人結構多いですけど。あの、なんでかっていうと、子供って、えっ、ー、と、言葉で自分の思ってることをきちんと、あの、すべてこう、語彙力がないから、 まだね、大人に比べてね。だから、自分のひ思ってることを表現する力が弱いんですよ、まだ。だから、その分、大人の表情とか、なんか、リアクションとか、なんじゃかんじゃ、そういった細かいところ、いっぱい子供多分拾ってるんですよ。はい。あのー、俺がなんか人のことか、こう、よく見とると、そういう風に思うんで、僕は。はい。なので、 え普段の生活では自信があるのですが、彼氏のことになるとダメなんですとうん。だから例えばその、うーんと、なんだろうね。うーん。まずはその自己肯定感上げるとか、えーと、っていうか、うーんとね、これまあちょっといろんな話にちょっと飛躍しすぎて、ちょっと話が、なんですかね、長くなっちゃうんすけど、大丈夫ですか、お時間。 お時間まだ大丈夫ですか大丈夫ですかあのー、俺の中で、えっ、ー、と、自信がない人とか、えっ、ー、と、自己肯定感が低い人って、えっ、ー、と、僕の中ではですよ。僕の中では逆だと思ってて、実は。自己肯定感が低い人って、自分に対して期待値高いんですよ。 俺に言わせると。どういうことかっていうと、自分自身、そもそも自分に期待してないし、自分ができる人間だって思ってないんですよ。自分何の才能もないし、えっ、ー、と、俺なんてぐらいのことしか思ってないんですよ。俺ができるわけはないと思って物事ぶ,ぶつかってるんで、最初から。はい。っていうね。で、 その、えっ、ー、と、自己肯定感が高い人あ、低い人とか、自信がない人って、自分ができると思っていて物事に当たって、それで失敗した時に凹むんですよ。なんでかって言ったら、自分ができると思ってるから。最初から。できると思ってるものができなかった時にし、あの、凹むんですよね。で、どんどん自己肯定感下がるんですよ。俺、最初から、できると思ってないんですよ。 で、できると思ってないから、やってみてできたら、あできたやん、俺。って言って自己肯定感上がるんですよ。だから、自分に対する期待値高すぎるんですよね。俺に言わせると、自己肯定感低い人とか、自信な,ない人って、自己、自分に対する期待値高すぎるんですよね。自分なんかすごいできる人だと思ってるんですよ。俺に言わせりゃ。だから、あのー、 なんだろうね。そこの考え方を変えるっていうのって結構まあ難しいんですけど、あのー、で、えっ、ー、と、これただ、えっ、ー、と、一つここ落とし穴があって、えっ、ー、と、自分がそ、そもそも最初からできると思ってないっていうことで望むんだとしたら、俺最初からもうどうせ俺ね、失敗するだろうしって思って物事ぶつかるんですよ。で、案の定失敗しました。あ、失敗しちゃった。これで終わったら、え、ただのクソバカなんですよ。 そうじゃないですかだって。自分失敗するって分かってるのに、あ、そのまま向かってって、案の定失敗して、あ,あ、失敗した、しちゃった、じゃねえわっていう話じゃないですか。こういうタイプの、俺みたいなタイプのやつって、失敗すること分かっとるから、始める前にいくつもパターン用意してるんですよ。どうせ失敗するから。失敗するの分かってて、それの対策練ってないの超バカじゃないですか。だから例えば、じゃあプレゼンありました。なんか仕事のプレゼンやります。プレゼン。 あの、しますってなった時に、プレゼンの仕方、俺5パターンは持ってる。3パターン、最低3パターン持ってるです。で、すで普通5パターンぐらい持ってるです。で、すでこのプレゼンの仕方、み、あ、このプレゼンの仕方でリアクション悪かったら、もう、あ、これやばいって思ったら、すぐに用意してあるから、違うパターン、B パターンにスライドすればいいだけなんですよ。でもこれ1パターンしか持ってなかったら、これうまくいかなかった。でもうまくいってない感じだけども、これ、このパターンしかないから、これ、つ、つ進むしかないわってなるじゃないですか。 で、案の定失敗するわけじゃないですか。それバーカなやることなんで。あの、A パターン、あ、これうまくいってなさそうだな。あ、じゃあ、ここから B パターンに切り替えちゃおう。B パターンもいまいちだ C パターン、うん、D パターン、E パターンで全部切り替えればいいだけの話なんですよ。あの、1個しかアイディア持ってない人って、そこが潰れたら、それで1回ゼロになるんですよ。ゼロになってそこから1回組み立て直さなきゃいけないんですよね。はいはい。それが、パターン持ってりゃ、そのままスライドすりゃいいだけなんで。 えーと、私はダメな彼女だといつも思ってます。小ちだしとか、お弁当も下手だしとか。うーん、まあ、一言気になるところがあるんですけど、小ちだしはね、えっ、ー、と、お子さんに失礼っすよ。はい。マジで。むしろ、あのー、それ考え方のスイッチングで、そう、あのー、 考え方のスイッチ一つで、子持ち出しとかっていうのは、あの、子持ち、いやいや、うちの子世界で一番可愛いんですけどっていう。むしろ、この、私以外にこの可愛い子と一緒に暮らせるって最高かよって思えよって思えばいいじゃないですか。うん。んで、お弁当も下手なんだったら、お弁当練習すりゃいいし、別にいくらでも。うん。そう。っていうね。 うん、だから子持ち出しをマイナスとして捉えるのはなんか俺はお子さんに対してものすごい悲しいなって俺は思いますけどね。うん、むしろ私のこんなガチ可愛いこの私の私の子と一緒に住めるんやでお前ありがたいと思えよぐらいのこと思えよっていう僕は思うんですけどねむしろ自信持てよっていう。うん 何を自分の子供のことは足かせのように言ってんねん、うん、アホタレかよああっていうね、うん、なので僕はその一言がちょっと気になりましたけど、うん、あの子持ち出しが今コメント欄でも分かるっていう人が言ってますけどあのいますけどあの分かってんじゃねえよ、うん、むしろそれがお前プラス要素として働くやろがいいカスよっつって。うん 相手の男に言ってやれや。うん。確かにうちの子は素晴らしい子です。だろうがええ。だったらお前子持ち出しなんてお前それマイナス要素のように言うな。二度と。ああ二度とそう思うな、うん。むしろプラス要素やればいいああ。そういうことじゃ。だから今のこれでこの考え方で全部。そう。勝手に自分でネガティブになってるだけ。うん。二度と思わない、思いません。OK。 うん、約束ね。うん、そういうこと。すべてがこのスイッチ1個。自分にとってそれがマイナスだと思ってる要素っていうのを、スイッチ1つでプラスにも全然考え、考え方変えられるんだよ。本当に。今このスイッチ1個だけだったでしょ本当に。小持ちだしっていう今までずっとそれをマイナスだと思ってたけど、ねえ、うちの子素晴らしいでしょうよ。だとしたらその素晴らしいうちの子が一緒に、 あのー、いてくれるんやで、お前ありがたいと思えぐらいのこと思った、思ってりゃいいっす。はい。そうやって自信って持ってつけてくんで。はい。な、スイッチ一つです。な、今、ちょうどいい例が出たじゃないですか。そういうことです。で、結局、それで、ね、それを、あのー、マイナス、その、あなたが小持ちだしっていうところをマイナスに思うやつは、そもそもそんなやつ、結婚したとしてだよ。まあ、ある、ある種一旦の、 ね、恋愛のゴールとしては結婚なわけなんですけど、その結婚ま、結婚したとして、自分の大事な子供、素晴らしいと自分は思ってる自分のお子さんのことを、本当にその人大事にしてくれますかねってことっす。はい。それをマイナス要素だと捉えるやつと、そもそも付き合いを続ける必要がなくないっすかっていう。 で今,のごし今の彼氏は、ねあのー、お子さんのことも多分大事にしてくださってるおお、ねあのー、彼氏なわけだからそこに対してもあなたの小持ちだしっていうネガティブに思ってることってそのあなたの、ね、大事にしたいと思ってる彼氏に対しても失礼だしお子さんに対しても失礼ですよ。 すごくすっきりしました。いつも彼氏の実家に行っては、子供を連れて行って申し訳ないと思っていました。はい、めっちゃ大事にしてくれてます。あのでしょうん。だからそういうことよ。マジで。だからその、あのー、そこら辺の考え方1個、スイッチ1つ、あの、切り替えるだけで、こんだけ変わり、あの、見、見え方というか考え方が変わるんですよ。 うん、で、そうやって、あの、あなた自身の自己肯定感っていうのも、今、あの、例でやってみたように、こうやって自己肯定感を上げていってくださいっていう。そうすりゃ、そのうち、あのー、何にも気にならなくなるというか、そのね、えっ、ー、と、彼氏が実家に帰るっていうことも別になんか嫉妬もしなくなるしっていう。そう。っていうね。うん。そういうことす、この数分で変わりました。によかったです、それなら。はい。 こういうことですよ。はい。だから、あの、物事はすべてこのスイッチ1個です。よく考えるも悪く考えるもあなた次第です。はい。でしょうん。今、あの、そう、うん、こんな言葉初めて言われました。よかったです、それなら。うん、本当に一つです。あなたのスイッチ一つで、あなたのさじ加減一つで、どんな物事でも良くなるし、悪くなるし。そんだけです。はい。だから、あなたがどういう風にそれを、あの、掴んでいくか。